やめて。誰と連絡を取っていた？何も知らないのよ。いい加減に吐け。もうやめて。クルシチョフの犬は誰だ？ひどいよ。データを渡したんだろう。彼はそんなことしてない。はい、どうもヒログランスです。今回もメタルギアソリッド3ボルギに捕まりました。さて、お前はもっと楽しませてくれるんだろうな。俺か。その前に体を改めさせてもらおうか。はい。敵ながらタフな男だな。普通なら生きてはいない。楽しみがいがありそうだ。では始めるとしようか。いてててお前の狙いは何だ？シャグホットか、ソコロフか、ヘチブ減ってる、ヘチブ減ってる、イサンか。いい、貴様の仲間は誰が手引きしている？タフな男だ。だがいつまで持つかな。まだまだ終わらんぞ。え？さあ、そろそろ本気で行くか。私の体は1000万ボルトの電圧で帯電している。こいつはどうだ？さあ、吐け。アメリカはどこまで知っている？の遺産が目的だろう。お前の目的はまさに賢者の遺産だろう。そうだそうだ、自分を解放しろ。スネークが漏らした。無駄だ、そいつは口を割らない。そう訓練されている。私が訓練した。いい、遺産のありかだろう。二度の大戦を通じて三大国が出し合った秘密資金だ。それが貴様の目当てだろう。世界中に分散して隠された1000億ドル、その全ての記録だ。それが欲しいんだろう。そうと、賢者の遺産は私が守っている。このクロズニー・グラードの地下金庫でな。言ってんじゃんね、自分でね。卵と切り手は出せん。発信機だ。
誰だ、こんな小賢しい真似を。私よ。こいつの動きを知るために私がつけた。なぜ？コブラ部隊が待ち伏せするためだ。こいつの動きが分かっていたなら全滅しなかったはず。ボス、疑うわけではないが、状況が状況だ。あんたがこいつとグルではないという確証が欲しい。私を疑うというのか。いや、こいつはあんたの弟子だ。どうして欲しい。そうだな、目をえぐれ。そいつのその青い目が気に入らん。兵士にとって目は大切だ。師匠として弟子の兵士生命を絶つ、それもいい感動のエピソードだ。さあやれ。やられたんだぞ。マジか。やめて。なんだタニア、ひどすぎる。これはこれは、なぜカバン。この人タニア、お前がスパイ。何のこと。やめて。何してんのこいつ。ターニャが欲しいんだ。いえ、この女に興味はありません。試してみたいのです。始まった。こいつに判断してもらいます。好きにするがいい。行くぞ。当たっちゃった。これで思い通りになったか。気分直して私の部屋へ来い。なんかつけたな。大佐の拷問に耐え。耐えたやつを初めては。悪くない。究極の表現法だ。命拾いしたの、立ち上げ。
逃げて。14475。出たね。脱出路を用意したわ。ここを出て西へ向かって、それから渡り廊下の下をくぐって北へ行くのよ。マンホールが開けてある。黙って。マンホールから下水道へ降りて、下水道の北の扉が開けてあるから、そこから要塞の外へ出られるわ。装備も私が回収してある。後で合流しましょう。でも私は独房へは近づけない。脱出はなんとか自力で。また連絡する。うわ、スニーク目やばいな。フォーク。食事だ。ありがとう。待って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 。やば、ちょっと直そう。発信機ある。弾を取って、14475でしょ。なんで？脱出に成功したのか？ああ、なんとかな。気をつけろ。今の君は文字通り丸裸だ。ろくな武器も持っていない。戦闘になれば勝ち目はないぞ。一度体勢を立て直す必要がある。エヴァが君の装備を回収しているんだろう。早急にエヴァと合流して装備を受け取るんだ。エヴァの用意した脱出路を使え。グロズニグラード北西部のマンホールから下水道へ降りるんだ。どこ？まずはその収容所を出て北西へ向かえ。北西だな。待って。頭にの切り傷って。食べるか。待てネズミ。食べたよ。
フォークで倒すのができよう。よし。なんかあんたのこいつどうせ。スモークグレネード。ラーメン。カメラ。ケロちゃんいる。ダメだ。諦めよう。よし、これでだいぶ医療キット出そうかぞ。また武器だな。あれ、ここにいたのか。どなり、待って、カムフラージュなんもないな。なんもないな。いるじゃん。登っとくんじゃないの。よし。悪く思うな。で？で、どこに行くんだっけ？スネーク、武器は手に入れたか？シングルアクションアーミーの弾が少しあるだけだ。心もとないな。まともな武器を持っていない状態で敵と正面から戦うのは自殺行為だ。装備を取り戻すまでは敵に発見されないよう進むことを第一に考えろ。万一見つかっても応戦せずに逃げるんだ。わかったな。はい。どこに行けばいいの？マップ。どこ？え、北斗だっけ？どこだっけ？また。こっちだ。やばい！この扉開かないでやばいな。すぐだ。開かないよ。あらららら、ちょっと待って、マップ持てた。ワンワン来た。ワンワン、ワンワン、ローリングアタック。
行け行け、ママ痛い、ママ痛い。危ねえ。スネーク、もう近い。エヴァか。ああ、今ちょうど降りたところだ。早く合流しよう。北の扉が開けてあるんだったら。それがスネーク。また問題か。ええ。なんだ。あなたが脱走したことが。大佐にバレたわ。そうか、奴らもバカじゃない。それでグロズニーグラード全体が限界態勢に入ったの。厄介だな。だがこっから要塞の外へ出れば。出られないの。出られない。なんで。要塞全体が警戒態勢に入って、それでその地下道も封鎖されてしまったのよ。なんだって。そうなの。だから私が用意した脱出路も封鎖された。ええ、さっき捜索部隊も送られたわ。ここへか。そう、もうそっちへ着く頃よ。早く逃げて。だが出口は封鎖されているんだろう。まっすぐ北へ進めば外には出られるはずよ。とにかくそこにいたら危ないわ。逃げて。いいわね。ちょっと待って、アイテムある。シングルアクションアーミーで戦えというのか、私に。早く逃げないと。でしょん。なんかある？ないことにしよう。見えない。こっち行けばいいのか。どっち、こっち、こっちっぽいな。外れじゃん、これ。見抜いた、今見抜いたよ。ということはバレるな。犬めんどくせ。めっちゃ犬いる。じゃ犬来てねってか。犬来てる、犬来てる。待っていた。
誰も手を出すな。ありだ。てかあの弾って撃てるの？スネーク！あるよな。火事だ。何これ？もコブラ部隊か。悲しい。ザ・ソロでしょ、多分これ。悲しみが集う。これ死んでんだよね。スネーク死んだのかな。お前も悲しみの一つ。これは。ザ・ソロ、お前と同じく悲しみで満ちている。ザ・悲しみ。この世は悲しい。戦いは死を生み、死は悲しみを生み。届くまい、生きている者に聞こえまい、彼らの声が。だがお前は知らなくてはならない。死者は決して沈黙してはいないと。お前が殺めた死者の悲しみを知るが、僕いっぱい出てきた。これペインじゃん。
っち来んな。待って、ザ・ペインが拾ってくれたザ・ソロも。なにこれ。こっちだ。いや、前だ。あ、来たよ、ほら、ザソロ。あ、ザ、なんだっけ、これ。ザソロでしょ、これ。おお、こっち見んなぁ。今どうかな。なん、なんなのこれ。どうせのデカ。どこまで行ってみよう。おじいちゃん、おじいちゃん来た。ジエンド、ジエンド。おお、ジエンドいたね。ありがとな。君たいは。これめっちゃ暗い。ふわーってやつ。あ、これがじゃあ殺したやつがみんなこれ出てきてるのか。これ倒したな俺。フューリーじゃん。いやもうがっつりがっつり俺。運動の炎って言ってる。あれ？見ると終わりじゃね？聞いたけど。ボス、俺を撃ってくれ。できない。撃て。任務を遂行するんだろう。なら撃たねばならない。戦士の魂は常に君と共にある。悲しむことはない。また会える。
すごいいい自然だな。大丈夫かスネーク、危なかったぞ。いやマジ危なかったよ。俺は一体川底で溺れかけてたんだ。もう少しであの世行きだった。あの世？あれはあの世か。どうした？少佐、コブラ部隊にザ・ソローという男は。ああ聞いたことがある。ザ・ボスと共に戦った伝説の戦士だ。どういうやつだ？ザ・ソローは特殊な能力を持った男だ。当時ソ連で盛んに研究が進められていた ESP、 中でも霊媒能力に長けている。霊媒？あの世と交信し死人を降霊する能力だ。やばいな。死者と話ができる。死んだ兵士から戦況を聞いたりできたそうだ。やつとザ・ボスは何かあったのか？私も詳しくは知らない。シギントに聞いてみよう。あんよ、ザ・ソローはとっくに調査済みだ。報告するまでもないと思ったんだがね。どういうことだ？ザ・ソローは死んでるんだよ。2年前に。2年前に死んでいる？チェリノヤルスク、あの断崖でね。殺したのはザ・ボスだ。ザ・ボスが？ああ、2年前 CIA の特殊任務でザ・ボスはチェリノヤルスクへ行った。そこで対戦後コブラ部隊解体と同時にソ連へ戻っていたザ・ソローと再会した。敵同士として。それでザ・ボスはザ・ソローをその手で殺し任務を遂行した。記録にはそうある。奴は最初からいなかった。ザ・ボスについてきたのか。大丈夫か？ああ大丈夫だ。どうやら俺はまだ死ねないらしい。そりゃそうだ。全部あんたにかかってる。頼んだぜスネーク。分かってる。エヴァ？スネーク、連絡がないから心配したわ。大丈夫なの？あの子、危うく別の世界に行きかけたが。何のこと？いや、何でもない。とにかく俺は無事だ。よかった。でもどうやって下水道から脱出できたの？川に飛び込んだ。あそこから？無茶するわね。ああ、流されて死にかけたが。それはよかった。よかった？いえ、川に流されたなら近くにいい場所があるのよ。そこで合流しましょう。どこだ？そのまま川上へ進んで、滝があるわ。滝か。そう。その滝の裏が洞窟になってるの。そこで会いましょう。川を登ったところにある滝の裏だな。じゃあ、後で。はい、じゃあ今回はここで終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。